こんにちは、アールです。皆さん、スーパー着地ってありますよね。このヒーローモードだけで使えるキョインドーンっていうスペシャルなんですけれども、これを打った時にある人たちがリアクションしてくるんですよね。で、そのリアクションがね、実はさすがいとこ同士だなっていうようなリアクションだったんで、ちょっと調べていきましょう。そして調べていくうちに、実はその二人以外にもスーパー着地で、そういえばこういうリアクションしてくれる人がおったなーって、リアクションしてくれる人がおったなーと思って、スプラトゥーン2まで範囲を広げておりますので、ぜひご覧くださいませ。あと、その他にもですね、いろんな小ネタ調べておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。スーパー着地のリアクション、調査しました。はい、まずはここですね。やっぱりこのスーパー着地がいっぱい使えるところ、これね、なんかね、要所要所で、アオリちゃん、ホタルちゃんがね、同じリアクションしてくれるんですよ。ここはどうかな？ないね。なんかね、高いところからやったら、いくよ。はい。言わねえな。あれ、どこやったっけ？ここか。えい！ドーン！見て、これ。まず、アオリちゃん、ドーンって言うじゃん。で、他にも、こう高いところから、おりゃドーン。ね、ここ、ホタルちゃんがドーンって言うんですけど、二人の違い、わかりました？ちょっともう一回やってみようか。足元にドーンって着地するよ。こんな感じで教えてくれてるんですけれども。まず、あおりちゃんが、ダーン！真ん中の伸ばす棒がまっすぐですね。そして、ホタルちゃんが、ここでやると、ほい！ダーン！この二人、伸ばすところがちょっと違うみたいですね。他は何かあるかな？そりゃそりゃふぅじゃーんほいじゃーんまとめてドーンまとめてドーンがあるんだね。ここはあるかな？ジャギン。いけダーンうわ生きてよかった。え、あれあるかね？まとめて、ダーン！よーし。ここね。ちょっと足りんかったか。こうして、この辺で、ダーン！ナイス着地！なるほど。ここも確実出るようありましたね。バイーン。あとはないのかな？行くぜ！ダーン！ヒューヒューが来た。サンゴかっこいい。あ、そういうヒューね。そしてこのイカリングのど真ん中でやるみたいな感じですね。という感じでね、仲良しっていうところが分かりましたね。仲良しな隠しゼリフが見れました。二人とも同じゼリフをね、ドーンって言うんですけど、ちょっと違うよっていうね。アオリちゃんはドーン。ホタルちゃんはドーン。ヒューとかありましたね。で、実はこの着地なんですけれども、もう一人反応してくれる人がいますよね。これはちょっと3ではないんですが、ちょっとスプラトゥーン2の話になるんですが、行ってみましょう。さあ、オクトエキスパンションですね。スプラトゥーン2のオクトエキスパンションのどこだったかな？ここかな？逃げ出せぬ戦い、バックレフ、ケル、駅。敵全員倒せ。確か最後に、スタコラーとかがおるところよね。行ってみよう。ここの最後に着地が無限にできるところがあるんですが、そこでね、あのキャラクターが反応してくれます。で、着地を取りまして、で、最後のところですね、あそこの木箱にめがけてスーパー着地をすると、姫ちゃんが、ドッカーン
なるほどね、この反応によってちょっと性格が現れてますよね。ドカーンとドーンとドーン。一番派手なのは姫ちゃんでしたね。オーケー。確かなんかこの辺にもなかったっけ。ちょっと行ってみよう。確かこのステージにも着地があって、着地でね、ホタルちゃんか誰かが隠しゼリフを言ってくれたような。まあ、ホタルちゃんしかおらんのか、2は。はい、着地出ましたね。で、ここのイカリングに合わせて着地をすると、ほいヒューやるね。あ、この頃からヒューって言うんだ。へえ。なるほどね。5年経っても変わってないんだ。やってよかった。オーケー。じゃじゃん。あるさん、チャンネル登録しました。ありがとう。チャンネル登録ありがとう。クラゲちゃんもチャンネル登録してね。1、2、チャンネル。ありがとうございます。コネタです。ガチャの上に乗ってビーコンを置きます。そして離れて一旦ガチャを画面から外すと、点々点。音に注目。調査済みでしたらすいません。どうなるんだろう。行ってみようか。一万円拾っていいだ。ドローンが。優秀。しゃ、まずはガチャの上に乗ってビーコンを置くか。ガチャの上に置けるのかな？置けるんでしょうな。あ、吸盤とかもくっつくようになったもんな。よし、置いて。で、離れて一旦ガチャを？今なんか、今なんか、パスーンって言った。なくなったよ。パスーンって言ってなくなった。ちょっともう一回。使用不可。そんなはずないだろう。さっき置けたやん。黒い部分にはダメなのかな。何？置けた置けた置けた。画面から外すと、ちょっと音聞きしよっかな。一旦音を聞きするね。どうする？だいぶ大きくなってる。これはあるのか。離れて。ほら。パスーン。あ、なくなったね。なんでだ？不思議。ポイって置いて。パスーン。壊れる。壊れる時の音ってあんな感じだったっけ？どうやって壊すんだ、これ。ああ、そうだそうだそうだ。壊れる時の音がして、壊れてる。悲しいことです。悲しいことです。三つ置こう。そういうことなら三つ置こう。クソダメか。重なりすぎて。置けない。チェ。もうちょっと離しておこうか。パスン。画面外に出したら誰か壊しておるわ、絶対あれ。俺の予想だとおばちゃんかな。おばちゃん壊しがちだからな。後で聞いてみよう。黒いとこじゃないと置けないのか。おばちゃん、あのビーコン壊してないですか？でも多分ここで壊せれる、ね、近くにいて壊せれる人おばちゃんだけなんですよね。ほら。壊しましたね。あくまで知ればくれるようです。いやーでもすごいね。他になんか消えるもんなかったっけ？これ、端末消えるけど、端末のところじゃ置けやんもんね。ちなみに、この中に置いたらどうなるんだったっけ？あ、重なるだけか。サイボーグ。サイボーグイカバルーン。っていう感じか。オッケー、あざす。じゃん。アルさん、こちらです。ありがとうございます。やっていたらすいません。散歩モードで、なめろうに行きます。そしたら、自陣側の外を見続けると、コンテナみたいなのが爆走してます。へえ。コンテナが見えなくなっても、からも見続けると、コンテナからバックのピーピーって音が、わずかに聞こえました。しょうもない小ネタですが、採用お願いします。ちょっと行ってみようか。なめろうね。自陣側の後ろっていうのがいいよね。見やすいわ。こっちかな？
あ、来た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 。あれはコンテナと、後ろにフォークリフトがいますね。あ、でもこっから見ると、コンテナだけに見えたのか。多分そういうことじゃない？あのね、スクラップ固めたやつだけ、ブーンって行きようかな、みたいな。音が鳴るのか。今鳴ったね。あれ、戻ってくるんかね？あ、戻っていた。ウィーン。え、多分、こう見とったら、あ、どこだ？あれ？消えた？あ、ほらほら、うん、おろおろおろ、あそこに、ほら。ねえ、コンテナだけが見えるけ。で、実はフォークリフトもいて、ちゃんと動かしてますよっていう。なるほどね。ちゃんとね、あっち行ったらこっち戻ってくるよね。こっちら辺にもなんかおるんかな。あ、フォークリフトが行ってる。ウェイーン。何しに来たんだ？何もせずに退散。なるほど。オッケー。じゃじゃん。あの、R さん、その調査は、ゴールに敵がいる、下る、登る、高台生活の贅沢なルーティンの方が簡単だったと思います。ということなんですが、これ多分昨日のね、3時間かかったよっていう調査のやつなんだけど、ちょっと行ってみようか。登る、下る、登るか。ちなみに僕がやってたのは、ここですね。驚きをまとうなんで、1分でこう、ゴールまで行けるんですよ。じゃけ、そこでやったんですけど、それより早く行けるんかな。登る、下る、どこだろう。これか。1分15秒。もうちょっと早く行けるのかな。確かに今、急いでなくて1分15秒ってことは、1分切れるかもしれんな。そしたらこっちの方が、良かった認定になるね。ちょっと行ってみよう。あ、ここか。はい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 。なるほどね。あ、しまった。ぐわ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 、急げ急げ急げ。開け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 。飛べ飛べ飛べ。ミャーミャー。あー、こっちの方が急いで行ったら早く行けるかも。こうして、こうして、確かにな、1分切りそうだな、ここ。別にゴールに敵がおるとかじゃなくて、時間が早いところをやってたんですけどね、ここの方が、良さげだな。え、でも、誰だ、敵は。あー、はい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 。これで1分8秒か。そうなんだ。1分切ってないのか。結構急いだんだけどな。ちょっともう一回行こう。うわー、ブイーン、ブイーン、ブイーン。よーし。で、ここで、ダメージを食らう。え、でもこれやられそうじゃない？で、何秒か待って、入る。1分11秒。なるほど。オッケー。という感じでですね、昨日僕がやってたステージっていうのは、1分で、まあ、ほぼいけるんですよ。ここね。で、それでやって、何回も何回もやってた、3時間やってたんでね。とすると、数十秒の差でも、だいぶ回数に変わってくるんですよね。なので、まあ、ゴールに敵がいるっていうところと、短く回せるっていうところで、あそこを選んだので、あそこの方がいいんじゃないかなと思います。オッケー。ちなみにあそこはどんくらいできるかな。ここはですね、壊して、ほぼ一直線のステージなんで、ガリ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 っていけるんですよね。わかんねえ。あ、カーリングじゃなかった。よし。で、ギリギリで敵の弾をかわし、一発は食らってもいい。で、ここも知らない。ウィーンっていって、はい、ここも、シューっていけるでしょ。じゃ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 ん、じゃ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 ん。で、ここは登りながら撃っていって、もう気づいた時に敵はいない。という感じにしておきます。で、ここですね。ここが、ちょっと、あれなんですけど、こうして、ちょっと下がります。
で、ここの2体、こっちの2体、上の2体。っていう感じですね。で、こういきます。で、あとは、もうガリ押しです。ゴリ押しです。ガリガリ、ゴリゴリ。倒してもいいし、倒さなくてもいい。うわ、食らった。やばい。これは死ぬぞ。一旦ここで回復しよう。あ、よし。一旦回復を挟みつつ、で、ここでね、4匹出てくるんですよ。で、ここの、1、2、3。で、これで食らいました。1、2、あ、死んだー。死んだー。っていうこともやりつつなんで、実はね、ここにもですね、後ろに、ゴールの近くに敵がいるんですよ。ああ、あれか。あの、デカちゃんのところ。動画ではデカちゃんのところしか映ってなかったっけか。ここでね、壊してもらって、で、それでゴールするみたいな。そんな感じでやっておりました。これで1分じゃけね。あのデカちゃんのところはね、確かにね、ちょっと効率が悪かったよね。それを思いつくま、ここをね、ここのステージを見つける前に、あそこでやりよったんですけど、まあ、ここが一番効率がいいんじゃないかなと思います。OK! さあ、じゃじゃーんと。あるにお任せのコーナー、ありがとうございます。このコーナーはですね、たまにやるんですけれども、ヒーローモードでね、クリアできないところを攻略動画を作っていくというコーナーでございます。じゃじゃん。アルさん、ヒーローモードの6、あなた色計画指導がクリアできません。助けてください。オッケー、助けに行きましょう。あなた色計画、これか。インクに気をつけてゴールします。あー、はい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 。はい、ここは、カーリングで、あれか、敵のインクに当たっちゃダメですよ、みたいなところよね、確か。ヒューンって言って。多分ここは大丈夫よね。で、次のところ。ここが、これね、よく狙っていきましょうって、時間もあるのか。よく狙っては。でも、この辺から、ここにめがけて投げたらいいんじゃない？あ、でもちょっと溜めちゃったな。ちょっと待ってよ。で、こうして、多少いいけね。こうやって、うらーほら。多少いけるんやね。で、ここは、もういくらは知らない。いくらはいらないね。感想あるし。で、こうしていきましょう。で、飛ぶと。で、こうやっていきましょうね。オッケー。で、ここですね。ここも、イクラを取らんかったら、まあ簡単じゃないですか。こう言って。ポインポインって。イクラはこの際諦めよう。よーし。あ、で、これあれか。インクも限られとんだ。これ何？でも、てか、時間って言ってもあと9分もあるじゃん。で、ここはですね、まあタイミングですよね。回ってる壁が邪魔だよ。邪魔なら、その壁と一緒に、いいのかな？これでいいのかな？これでいけたかな？飛べー！よーし。最終的にちょっと無理しましょうね。ここは？これで見て。はい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 。はい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 。投げるタイミングね。ここの、あれに向かって、開くタイミングで投げましょう。そうすると、とても簡単。よーし。あ、え？ここでいいの？どこだ？あっちか。で、ここは、もうまっすぐ投げればいいのかな？えい。よし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 。で、このぬりぬりが来る前に、行きましょう。よーし。で、あ、これ塗り返しがあるんですよね。はいはいはい。これさ、確か真ん中に投げた方が簡単じゃなかった？こうやって。こう行って、ここで塗るじゃん。ほらほらほら、ここで爆発してるから、で、これでピョーンって行って、ピョ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 ン。よーし。これは？今だ！行け！急げ！あ、やばい。あー、でもこれ、ジャンプで来れるね。よーし。で、これ、ここなんだろうね。あそこに向かって投げるのかな？こうかな？狙った通りに行った？これ。行ってそう。ここ飛ぶ。ここ飛ぶ。で、ここに広場ができるじゃん。この爆発広場ね。で、ここは飛ぶ。で、ここも飛ぶ。やったー！チャリ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 ン。うぅ！オッケー。これ今、ここでカーリング投げたら終わるかね。あ、インクが投げれんだっけか。はい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 。
あ、でもここに無限湧きするんだ。オッケー、こういう風にやってみてください。ませませい。あとね、他にじゃじゃん、アルさん、小ネタというか助けてほしいです。今私はヒーローモードで全ステージを全武器でクリアしようと頑張っています。ですが今のところクリアできないステージがあります。助けてください。サイト3の6チャージャー、サイト4の6スピナートチャージャー、サイト4の10チャージャー、サイト6の1の一番右側の武器が、できませんということなんですけど、ちょっと多いよね。どれにしようかな。どれがいいかな。チャージャー系が苦手っぽいね。俺も、そうなんだけど。サイト3の6のチャージャー。スクイックリンか。ちょっと行ってみようか。これ何するところだ。スクイックリンは、ジャンプしてもチャージャーが、チャージ時間が変わらんってやつよね。行ってみよう。あー、はい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 、ここね。わかるわかる。インクがなくなるんだよ、ここ。でも、フルチャにせんでいいけ、ちょいちょいやりながら、やって、いけばいいのかな。フルチャにしなくても、ここフルチャの方がいいね。一気に抜けた方が気持ちいいもんね。で、よしよしよし。で、この集中トレインは気をつけていきましょう。で、この辺もちょっと、あれですね。ちょい押しと、で、これだ。やばい。やばいぞ。頑張れ。よし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 。あぶねえ。あれでね、ちょいちょいちょいでやるところと、チャージするところを見極めてやりましょう。一列に並んどるところは、チャージして、あとね、結構インクが厳しかったと思うんで、ちょっとちょっと潜りながらね。で、ちょいちょいちょい打ちで、もうパンパンパンってやっていくのもいいかもしれないですね。これなんか面白いな。次、サイト4の6、スピナー。ノーチュラスと、またスクイックインか。これな、あそこね、飛んでくるところじゃないこれ。これはね、先に塗っとったらいいかな。こうして。で、動きやすくしておいて、で、的が出てきたよ。ノーチュラスはここで溜めとってから、どの辺で当たるんかな？あの辺か。当たるところを覚えておけば、こうやって、焦ることなく、この辺で撃てば、みたいなね、ができるんで、やっていきましょう。で、多分こっち、ああ、逆だ。飛んでくる位置はね、多分固定になってるはずじゃけ。それを覚えておきましょう。ぴょん。よしよしよし。金網を超えるかどうかぐらいで当てる感じで撃てば、ノーチは当たるね。これも、こんなかな？よーし、オッケー。この金網より来させないという意気込みでやりましょう。三つ。よーし。残り5個。オッケー。1、2、3、4、5。ラスト。どこだ？こいつか。来る、来る、来る、来る。ガン。当たるんだよね、あれね。よーし。ここはスクイックリンもか。スクイックリンか。さっきやったけ、この、ノーチラスでね。順番分かったじゃん。んで、それと同じような感じで。まぁ、ちょっと塗っとった方が、やっぱいいよね。シュンシュンシュン。で、これもどこら辺、これちょっと、射程長いね。金網を超えるより前で反応するけ。見よってよ、この、ほら、的が、レティクルの形が変わるんでね。そうなった時に、離して、外れても、慌てない。よし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 。で、しっかりインク回復ね。オッケー。大体射線見えててもいいんで、ずっと当て、ておきましょう。ね。
これは2回だよね。フルチャ2回。で、そんなにスピードは速くないんで、当たるようになったらすぐ、行きましょう。この連チャンがきつそうだな。ほら。オッケー。シャイン。よーし。ラスト。1、2、3、4、5。どっちか。忘れちゃった。1、2、3、4。あ、身も蓋もねえ。俺も、ピューン。よし。今、イルカには殺されなかったな。っていう感じで、やってみましょう。焦っちゃダメだね。あの最後のところ、結構焦るよね。なんか、イクラにかけられたインクが人型しとったけど、もうその時にイカちゃんはおらんかったよね。変な小ネタ見っけてしまった。よーし。一回外れても焦らずに、よし。ほら。え、むずいじゃん。これ塗らんでいいかな？実は。そこまでいかんもんな。来る。オッケー。よーし、オッケー。ナイス。よっしゃよっしゃ。オッケー。集中。集中&集中で。よし。普段、チャージャー使ってないけ。か、ジャス！ルルルルそして今、一番大事なことをやっています。一番大事なことは、クリアするまで諦めないことです。そうです。諦めないという姿勢を学んでほしいため、何回もミスっているのです。ということにしているのです。いいね。待て！よし。いるのです。そういうことにしているのです。後ろの方がいいかもしれない。的がでかく見える。そんな気がする。前衛タイプではなく。ドイーン。シューン。きたー。よーし。いいよ。うわ、危ない。あんな跳ねるかい。よーし、よーし、よーし、落ちていこう、落ちていこう。はぁ、はぁ、落ちていこう。ラスト。よし。1、2、3、4、5。6、オッケー！ 1 個多くなかった？っていう感じですね。よーし。よし、今日もう夏休みスペシャルだ。全部やっとこう。サイト4の10のチャージャー。チャージャー系苦手なんだね。木を見るに美。的を壊していこう。的壊す系、じゃあ、エイムの練習が効果的かも。スクイックリンが苦手なんだね。これなんだっけ？あのヘビブロックっていうか、風船がいっぱい出てくるとこじゃない？これはもう、やり続けるしかないよ。こうして。でもここ、すぐ、やり直しができるじゃん。特に、時間とかもなさそうだし。
間違えてミスったとしてもすぐやり直しが後ろからできるんで、こもしかして重なった瞬間に打てってこと？おお、なるほど。パシパシで打ってもいいよね。よーし、大量大量インクがないです。安西先生で、ここはよく狙って打ちましょう。で、まあちゃんと止まってくれるんでね。よーし、で最後のところかな。最後は一体どんなことが待ち受けているのか。動いてます、動いてるので、自分の前に来た時に打つみたいな感じでいいのかな。自分のエイムを動かさずに来た時に離す、それでいいかもしれない。 OK。 サイト6の1、これあれだ、タコゾネスのところだ、の一番右。はいはいはい、ジムワイパー。ここね、霧が濃くてね、ジムか。ひょい。ひょいってやって、まあ先に塗っとったりしましょうね。で、あそこ見えるじゃん。上からやるのもありですよ。ここはね。やれねえ、全然。よし。で、タコゾネスはね、なぜか場所が割れてるんですよね。だけどちょっと気をつけていきましょう。ここはまあ上からできるとして、次のところですよね。ここも確か、ローラーとかだよな。あと、筆か。上から、よしよしよし。で、ローラーと最後にバケツが降ってくるはず。あそこにいるな。おらおらしましょう。おら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 、よし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 。ご利用しです。で、しっかり回復して、行きましょうね。で、ここは、おらあれ、なに？遠距離攻撃だと。何が入ってんの？いくら？あ、スパショあるやん。ダーン、ダーン、ダーン。よし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 。数が減ってきたらもう、おらっていくのもありかもしれないですね。もうこういうオレンジの中にスペシャルとか入ってたりするんでね。それを駆使していきましょう。ここは、足元取る。で、回復しつつ近づき、おらーご利用し。で、1対1になったらもうご利用し。よし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 。多少の痛みは大丈夫。はい、雨降らっしーです。雨降らっしーを、うまく活用できるのかな。上におる間に一匹でも仕留めたかったけど。これ、雨降らし、どう？活用できそう？降りるか。で、角で待ち伏せ！おら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 、よし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 。で、こっちにスライドしてきたね。よーし、もう雨降らしなんて関係ねえ。雨なんて降ってねえ。よーし。という感じで、やってみたらいかがでしょうか。OK!OK! という感じでね、このチャンネルでは皆様のコメントをもとに動画を作っております。何か面白い小ネタとか、疑問とか見つけたらね、YouTube のどの動画のコメントでもいいんで、教えてください。で、今回みたいに、このステージがクリアできませんみたいなのも、OK です。ただね、オルタナのその先へはですね、一本完全攻略動画を作っておりますので、オルタナのその先へ完全攻略 R ゲームズとかで調べたら出てくるのかな。出てきたりしたら見てくださいね。はーい。あと、
初期装備でオルタナのその先やってる、鬼畜な、ね、動画もあるんで見てやってください。ませませ。それでは皆さん最後までありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。